中部日本ビルディングは、愛知県名古屋市中区に所在する商業施設、劇場、文化教室、事務所、結婚式場などからなる複合施設である。建て替え工事のため2018年から、ビル内の各施設を段階的に閉館し、2019年3月に全面的に閉館した。2020年末に、旧ビルの取り壊し工事が完了し、現在は、 新ビルの新築工事が行われている。完成は2024年の予定。中日新聞社の本社移転に伴う後地再開発として建設された。通称は中日ビル。名古屋を代表する繁華街、栄のほぼ中心部の被災屋台2と広工事2が交差する場所に位置し、待ち合わせスポットとしても利用されることが多い。一階ロビーは近年は、 中日ドラゴンズの試合のパブリックビューイング、会場としても定着し、2007年に保認一ツ定時には、ビル内に入りきれなかった人も含め、約1500人が集まったという。ただし、同ビルが開催を告知しているわけではなく、ファンが口コミなどで集まって、自然に開催されているのが現状である。一応トラブル防止のために警備員も配置される。 中日ドラゴンズの球団事務所が入居しているが、フロアの面積が広くないため、大物選手が契約公開を球団事務所で行う場合、ファンに対してビルの利用者の迷惑となることから、事務所の前で出待ちをしないようにと、球団側から注意されることもある。団体、企業の他にも、多くのショップ、飲食店、プレイガイド等も入居中。最上階の円盤状の構造物では、 2000年まで回転レストランバルーンが営業を行っていた。現在のビルが老朽化に加え耐震性の問題から2019年3月末をもって閉館し、2020年代半ばに新ビルを建設することを中日新聞社と中日ビルが共同発表した。これに伴い中日劇場を2018年3月25日に閉鎖したが、 新ビルには劇場を設けない方針。中日文化センターは2018年10月に、ヒサや中日ビルに借り移転した。建て替え計画により、キャトルレーブは2018年3月25日で閉店、屋上ビアガーデンは2018年9月24日で終了、中日パレスは2018年12月末閉店。 中日ビルタウンは2019年1月末日で閉店名古屋中日ビル内郵便局は同年2月8日をもって営業を終了し2019年2月12日に名古屋境4郵便局として隣接する境3シティビル地下1階に移転するその他2018年1月4日に行われた中日ドラゴンズの年賀式において建て替え工事を機に 名古屋中日ビル6階に入居している、球団事務所を同年の秋頃に名古屋ドームの西側に移転することが発表された。全国物災観光センター19県のうち、滋賀県は建て替え工事以前に中日ビル撤退、岐阜県は名古屋ビルでイング10階へ、群馬県と福岡県は名古屋事務所を撤退、北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、 福島県、長野県、富山県、石川県、静岡県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、高知県、沖縄県は、100メートル南のひさや中日ビル3階から5階へ移転。中日ビル玄関天井が、八橋六郎作、夜空の共演は、新ビルに残す方針が決まる。公益財団法人日本。 ど真ん中祭り文化財団は2019年3月に名古屋の日系ビルに移転予定。新中日ビルにはロイヤルパークホテルズが設けられるほか、600席収容のホールが設置予定。2024年完成を予定。日比谷中日ビル現在、中日ビル HP で紹介されている中日ビルと名の付くビルは3カ所のみである。なお、東海地方には、 中日ビルと名の付くビルがいくつかあり、中日新聞岐阜市社などが入居している、岐阜中日ビルも中日新聞社所有のビルである。2010年12月、旧中日新聞東京本社ビルの跡地に、地上19階の本棟と4階の別棟からなる高層ビル、品川フロントビルを完成させた。ありがとうございます。